え、何今の。戻ったかい？やめてほしい、急にそういうの。怖い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 。やだ、普通に配信してんだけど。怖っ。すぐみんな教えてくださいね、止まったりとかしたら。とりあえず今 Wi-Fi 切った。怖い怖い。なったかな？ショールームあるあるです。私もよくなるんだけど。なんか月1とかでは別にないけどさ、なんか、ほんとなるときめちゃめちゃなる。治りました？よかった、それは。今日は8時まで配信します。ここからインスタライブする。そう、本当になんかやってなさすぎてるので、インスタライブをね、そう、月に1回まあできたらいいなっていう気持ちでいる最近は。 いや、毎回久しぶりになっちゃうから、本当にやってないと。まあ3月はちょっときついかもしれないけど、本当月1でできたら素敵っていう感じで思っときます。でも先月もね、ちゃんと1月の末にやったので、今月今日や。 とでもほんとインスタライブはマジでメイクしてないと顔が薄いく映っちゃう。カメラがね、結構高画質なので、そう、それもあるから、ちょっとメイクしておかないと。そう、ショールームも別にすごい多分画質が悪いとかはまあ多分ないと思うけど、そう、インスタライブすると多分もっと画質が良くなる。あ、初見の方ありがとうございます。 SK48 チーム S のしぐれずきです。こんばんは、ありがとうございます。ありがとう。やっほー、こんばんは。そう、でも今月ね、なんか家に結構いたから、そう、ギガがめっちゃ残ってんだよ。まあ別にいいんですけど、残ってても。 そう、ギガがめっちゃ残ってて、そう、めっちゃ Wi-Fi 切って生活してる最近、家で頻繁に切ってます。じゃないと使い切れない。インスタライブいろんな加工があって面白い。そう、エフェクトがね、そう、あるから。そうなんだ。そう、でも多分来月はきっと振り分をね、たくさん見なきゃいけないので、残しておきます。来月に繰り越して使う。楽しみだな、コンサート。めちゃめちゃ楽しみ。パシフィコ横浜が1日なんですね。1日がパシフィコ横浜、2日がゼップ横浜。初めて行くわ、ゼップ横浜。すごい、なんか割と若めなメンバーですね、今回2日のコンサート。大人数、リハもある。
あまりできないだろうから大変だね。そう、前回はね、前回っていうか卒業コンサートが4月にあったじゃないですか、高柳明美さんとジュリナさんのね。そう、めっちゃ大変でした。そう、レッスン上では一回もリハしてないです、人数すぎて。だから60何人とかいるとやっぱりそのレッスン上にも入るけど、まあ、今のこのご時世的には普通にアウトなので、そう、毎回会場に行ってリハしてって感じでした。まあそれもそれでいいんですけど、そう、鏡がなかったので、そう、レッスン上だと鏡があるから、なんかぶっちゃけそんなに振りわからんとかあったとしても、まあこういう振り合ってるんだなっていう確認とかができるけど、そう、この間の卒業コンサートのリハの時は本当にもうすぐやりますみたいな感じだったから、そう、結構大変でした。覚えるのもやっぱり2日間3公演だったので、そう、もう体がついていかないみたいな、頭ごちゃごちゃだったし、立ち位置はいっぱい覚えなきゃいけないし、その卒業コンサートなんか真ん中にステージがあってって感じのステージの構成だったから、そういう結構番号がね、そう、結構細かくて、そう、縦列の何番、横列の何番っていうのがあったから、いつもの倍番号を覚えなきゃいけなかったりとかして、結構大変でした。結構っていうかだいぶ大変でした。私番号覚えるのが一番苦手、振りとかより。なんか歌詞とかもなんか自然に聴いてれば曲をね、まあなんとなしには覚えれるわけよ。けど番号って本当に難しくて、まあ、人によると思うんですけど、私は本当にその場に立って動かないと覚えれない。その携帯とかでデータとか今では見れるんですけど、そう、本当に覚えれないです、そんなデータだけじゃ。自分がそこに立って動かないと覚えれません。こんばんは。兆しで転ぶマリン、めっちゃ面白かった。私そのさ、ちょっと後ろの方に行ったんですけど、マジ笑ってた。いや、その時気づかなかったんだけど、後から聞いてみんなで笑った。さすがに面白すぎ。いや普通にさ、危ないよね。普通に考えて危ないのよ、そこの、そこで踊んの。普通に危ない。こんばんは。うん、お腹すいた、お腹がすいたよ、もう無理。今日の夜ご飯はね、パスタです。たけしが準備した。こんばんは。前髪今日切ったんですけどね、自分で。もうちょっと切ってもよかったな、なんか絶妙にまでやっぱ長いわ。もうちょっと攻めた方がよかったかな。またちょっとしたら切る。やっぱなんかちょっと長いんだよね。もうちょっと聞いた。そろそろまつげパーマも行きたいところだけど、3月絶対行けない気がするわ。そう、なんかスケジュールみたいな、月間のスケジュールが来るんですけど、いやもうあんなの見たことないよ、私今まで活動してきた中で、あの月間スケジュール、びっくりした。
頑張る。なんかめっちゃ動くから痩せそう。痩せますように。前髪か、そう、前髪ちょっとだけね。でもほんともうこんな数ミリよ。めっちゃもうほんとこんなだけしか切ってない。そう、めっちゃちょっとだけ。そう、あんまり切りすぎると、うん、まああれだから。そう、最近ほんとに美容院に行く時間もねあんまりないので、そう、ちょっとだけ切ればいいかなと。前髪切ったなぁ。そう、そういえばなんかこの間インスタでね、そのなんか TDC 出ますよみたいなストーリー載せたんですよ。そう、そしたらカノさんがすぐ反応してくださって、頑張ったねみたいな、もう嬉しくて頑張れちゃう。ちょろ頑張れちゃいそうです。そう、すごいねみたいな、そう、写真送ってねって言ってくださって。そう、優しい。そう、新世代コンの時にね、そのオープニングなんて言うんですか、アクトみたいなので、そう、かなさんが私出てくださって、その時に久しぶりに会って、違う、最初があれだ、名古屋でライブしに来た時あったじゃないですか。そう、その時に行ったんですよ、ライブに。そう、それがマジ久しぶり、卒業されてから初めて会ったのがその時で、でその次が新世代コンで会った時だったんですけど、そう、でもライブ見に行った時は本当時間なくて、本当一言感想言って差し入れ渡して帰ったぐらいの時間しかなかったので、新世代コンの時は結構割と喋ったかなって感じ。それもう年が明けてからは会ってません、まだまだ会ってません。そう、あとね、前回一緒にフォーテッドグループの一人としてランウェイ歩いた、元 NMB さんの清水理香さんって方がいるんですけど、そう、すごいって言ってくださって、そう、私がその時にその前回歩いた時にめっちゃ見てたんです、清水理香さんのこと、めっちゃガン見してたのね。そう、そしたらなんかさっきからすごい見てくるねみたいな話をしてくれて、すいませんって言ったら、いや、いいよみたいな会話をした。で、そっからもうインスタとツイッター相互フォローです。そう、人間観察がしすぎて、そう、その時一人ぼっちだったからさ、 SKE で、そう、 NMB さん全員いたんですよ。その何歳以上何歳未満みたいな、そういうくくりだったので、確か4人ぐらいいたのかな。そう、結構いたから、そう、孤独だったんですよ、私一人しかいなくて。そう、だからずっと見てた人のこと。そう、今回はね、一人じゃないので、本当マジで心細くないからありがたいです。髪切れありがとう。今日でも強風に吹かれた、ボサボサになりました。やっぱ冬とか風が強い日とかだとさ、せっかく頑張って髪の毛セットしていったのに、風で一発前髪とかすぐ飛んでいくんだけど、野村とはなんだかんだ初めてですね、一緒のファッションイベントに出演するのは初めてです。楽しみ。緊張してしまう。
やっぱ同期がいるのって結構大きいよね。嬉しい、ほんと。村田よく一緒に帰るんだよね。そう、よく一緒に帰る。ネット配信ってあるんかな。いつもでもこの間私が出た時も、この間出た時は無観客だったので配信だけしかなかったんですけど、ある気がします。いつもなんか LINE ライブかなんかで多分配信してるから、今回もあるのかな、どうなんだろう。え、それって有料だよね、多分有料なんだろう、どうなんだろう、ちょっと分かんないけど。そう、でもなんか何ステージって結構なんかこう時間がすっごい細かく決まってるから、何時何分からとか結構なんか微妙な数字の始まり方とかするからさ、30分とかじゃなくてキリがちょっとあまり良くない、分もめっちゃ分刻みみたいな、そう感じなので。有料のはアーカイブとかなしの生配信だった。ああ、なるほど、アーカイブないのね。ふえー、そうなんだ。こんばんは。大変なスケジュール。そう、結構朝早かったですね、集合も。楽しみだけど緊張が大きすぎる。やばいですね。もうだってもう2年前、やばくないですか。時が経つの早すぎて。え、生配信プラスさ、アーカイブないのって相当じゃない？え、そんなことある？もうリアルタイムでしか見れませんよってこと？え、そう、結構きつくない？本当に予定合わせないとじゃん。むず。え、めっちゃ難しくない？だって。そんな、あれな感じなんだ。そう、でも前回歩いた時の映像ずっと携帯の中入れてます。私なんかレッスンの時の映像とかも残してある。そう、ジェストでね、そうレッスンしたんですよ。そう、でもそっからジェスト行ってないかな、スクール。めっちゃ綺麗だった。めちゃめちゃ綺麗でした。ぜひ配信であると思うので見てください。見てください。もう2年になるので、なりますね。もう2年ちょっと、2年経ちます。そう、まだ髪の毛が長かった、まだ髪の毛切る前だったので、そう、多分過去一長かったかな。そう、生きてきてそれをバッサリ切っちゃったので、そう、それを切る前だから、そう、結構そう長かったです。こんばんは。ツイッターのアイコン更新されますかね。うん、したいですね。したいですね、できれば。でも固定ツイートをどうするかっていう話よ、私の中では。そう。ずっとあれ、あ
の日からはずっと固定ツイートなので、それが。でもなんか未だにっていう言い方あんまり良くないけど、なんかいいねしてくれる方とかいたりして嬉しい。TDC で着る服のフィッティングってもうしたの？してないです、まだ。前回歩いた時は1ヶ月もないぐらいの時にフィッティングしに行ったので、東京まで。まだ分かりません。そう、最近来たのメールが。そう、私1回聞いたことがあって、マネージャーさんにいつ頃出ますかって、そう聞いたことがあるんですけど、まだ分かりませんって言われて、そうまだ調整中ですって言われたので、あ、そっかと思って。じゃあこの3月の21日にあることは、まあ、知ってたんですけど、じゃあこの日ではないかなって思ってたら、そう急に一昨日その前ぐらいにポンってメールが来て、そう火曜日ぐらいかな、そう火曜日ぐらいに急に携帯見てたらメール来たっていう。そう、別に普通にメールでした。電話とかで言われるわけでもなく、普通のいつもの連絡メールみたいな、普通にお仕事が来る時と一緒みたいな感じのメールが来ました。そんな急だったんや。そう、そうなんですよ。びっくりよね。で、3月はね、多分めっちゃ忙しい時期だから。ギフトありがとうございます。ありがとう。目が大きい、嬉しい。でもメイクやで、これめっちゃメイク頑張ってる。メイクです。幕張まで頑張ってって言いに行こうかな。どうしようか。来てください来てください、来てください、来てください、来てください。そう、今回もね、夜の部なので待ってます。あと2分なのでスクショタイムお願いします。わかりました、スクショタイムね。久しぶりになんかする気がする。はい、終わりました。こんばんは。松葉すると目が大きくなるって聞いたことある。まあでもあれですね、松葉したらあれですもんなんて言うんだあれ、まあメイクしてなくてもまつげ上がってるから多少は大きく見えるかも。朝起きてもずっとこういう感じのまつげな。初見の方ありがとうございます。スケホテッドチームですのシグレ好きです。こんばんは、ありがとうございます。ありがとう。もう8時ですね。じゃあそろそろショールームは終わりにするんですけど、この後
ちょっとだけインスタライブするので、ぜひ見に来てください。ありがとうございました。バイバイ。また明日、明日は土曜日、土曜日か、土曜日なので、また何時かわかんないんですけど配信します。バイバイ、またね。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。ちゃんと可愛いやつ載せます。わかりました。半目とかは載せないでくださいやめてくださいバイバイ。ありがとうございました。またねー。